どうもコマです。ロストエッグやっていきましょう。卵を操って進んでいく鬼畜ゲームらしいです。早速やっていきましょう。さあ全6ステージかな。はい、じゃあ左から順番やっていこうかね。いや、このゲームね、前々から知ってはいたんですけどね、ちゃんと見たこととか知らないんで、ほぼ初見と思ってくれて大丈夫です。コントローラーは対応してるね。はい、やっていきましょう。何ボタンでジャンプ。コントローラー設定、その設定じゃない、クソ。何ボタンでジャンプや。え、ジャンプボタン、シフトキーでジャンプするやろ。あのコントローラーにジャンプが、あ、できた。まさかの XBOX コントローラーの Y ボタンでジャンプ、意外やわ。はい、これでね、フライパンに目指すんかな、このエッグちゃんは。で、めっちゃ優しいね、矢印で行き先表示してくれてるやん。ちょっと待って、空中操作、あ、これ、なるほどね。一回ジャンプしたら空中操作受け付けてるけど、あんま聞いてくれへんな。結構感性が強い。で、なんか左上のライフが減っていってるね。多分強い衝撃とか受けたらこの感じ減っていってるんかな。つまりジャンプできる回数は限られてるってことやね。これもう無理やね、多分。ウインナーや、美味しそう。朝食の時間かな、パンがある。回復ってわけじゃないんか。収集要素、はい。あー、出来上がりました。出来上がってんのはおかしいやろ。じゃあもうこれクリアでええやん。増加した追加ライフって書いてあるから、パン取るとライフが増加するのか。こういう風に、あれかな、衝撃を和らげることによってダメージを減らしていくのかね。どっかパンない？これ読み通りよ。なんかあると思ったわ。これ回復か。なるほど、回復要素あるんやね。さあ、この卵くんは一体何を思ってるのか。結局これフライパン目指してるわけやからさ、死にに行くことには変われないよね。生まれる気はないんやろうね。どうせ死ぬならフライパンの上で温かい、いや、途中で落ちるのこれきついな。これもうリトライした方がいいんじゃないかって気持ちになってるけど、僕はもう行くよ、それでも。さあ、これクッションあるからここに落ちたらお得なんかな。あ、めっちゃダメージ少ないね。クッション結構、クッション結構坂道になってるから操作が難しい。はい、あー、ジャンプできんだ。ジャンプするタイミングが微妙にシビア。この幻想的な音楽ですよ。みんな眠たくなるやろ。この幻想的なボイスに小村さんの ASMR ボイス、眠たくなっちゃうね。これが生放送じゃなくてよかったな。動画やからカットしまくってね、短い動画にちょっと編集されてるかもしれんけどね。生放送やったらこれからね、10時間ぐらい続くんですよ。そりゃ寝ちゃうよね。はい、あー、あ、手すりに当たってひっくり返っちゃった。やばい、ライフ 2%、 僕はこの 2% で全てをかける。はい、クッション汚す。もうクッションベタベタやで、これ。今回の移動距離 96m、 増加した追加ライフ9。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。はい、やっぱお布団よね。こっちなんかアイテムないかな、探しちゃうよね。結構卵くっね。さあ、手すりやらしい、全部切れや。お前、手すりとか邪魔やろ。座りにくくない？いちいち前まで移動しな、座れへんくなるやん。嫌いやわ、手すりとか。言うて座り切った後も手すりとか使わんしな、なかなか。早めにジャンプを心がけましょう。手すりに当たっちゃうんでね。はい、当たっちゃった。でも行った。ナイス、卵くん。君の死に場所はフライパンやん。こんなところじゃない。出来上がって僕に食べられるんやで。はい、いいよ。お、こうゴールか。パンをやって。はい、出来上がりました。いただきます。5分以内にクリア。ライフは 50% 以上。トース得得数2分の2。こういう感じのゲームやね。いや、第10ステージは簡単やな。チュートリアルステージって感じかな。どうする、星もう一個取ってみる。あんまり星取ったところで関係ないかな。一応もう一回やって、ライフ 50% 以上目指してみるか。ちょっと待ってや。まあ、ミスらずいったら 50% 以上いけるやろと思うけどね。よし、これはいったやろ。これでゴールしたら OK。 これ星全部取れたんじゃう。
5分以内 50% 以上トースト全部取った。これで追加ライフ増えてる？さっき20やったよな。動画確かめてきたら増えてたわ、追加ライフ。この星の入手した数が多いと追加ライフ、ライフが増えていくんか。じゃあ後々楽になるんやね。まあ、達成感もあるし、まあ、狙っていこうかな、次からも。さあやっていきましょう、第2ステージ。さあ始まりました。さっきと色が違うね、この完成されたフォルム。さあこんな砂漠地帯にこんな卵一つね、一つじゃないけどこんな卵だけ置かれてもね、この上に住んでる人になんかよろしければ食べてくださいって感じで置いていったのかな。やっていきましょう。さあこの数ある卵の中で主人公の卵くんだけが今命を授かりました。はい、ちょっとずつ登っていく。落ちた落ちた。うわー、卵くん大丈夫？さあ結構難しいな。さあこのね、あの数ある卵の中でね、唯一命を授かったこの卵くんが目指すのはね、自らの死地。わざわざね死にに行くんですよ。命を授かっても結局死ぬことは変わらへん、ならばせめて自分の死に場所だけは決めたいっていう、この確固たる意志をね感じますね。これは深いゲームですよ。ちなみに、お、これパンか。なんか腐ってへん、カリか、カビ出るかと思ったわ一瞬。さあそんな卵くんは今何を思うのでしょうか。ちなみにこのゲームはね、あのトイレットペーパーはバスケットボールになりたいっていうゲームと作ってる会社が一緒です。雰囲気似てるよね。こうね、幻想的でちょっと深いテーマが隠れてるかのような死にゲー鬼畜ゲーム。おー大丈夫か、こんなカーテン式になってるとは。ちょっと待って、坂道やから結構卵くん球体やからめっちゃ影響受ける。トイレットペーパーくんほどじゃないけど、うわこれやらしいな、なんやこれ。いたとしても中途半端やし、屋根にするにしても今度は雨とか水漏れするやん。卵出来上がりました。さあ自らの死に場所を選ぶことはできなかったよ。選ぼうとしたんやけどね、そこにたどり着くことができなかった卵くん。でも何度でもチャレンジはできる。よし、これ第一ステージからだいぶ卵くん的にも難易度上がったよね。最初は自分の家の中からさ、フライパンに行くまでやったけどね、外から地上から、あと回復ある、回復あるやん。そこ回復多分全回復からだいぶありがたいな、狙っていいかな。こんな外からね、わざわざ野外から屋上行って中入ってフライパン目指すんやろ、なかなか難易度高いよ。全回復じゃないか、回復。なるほどね、ある程度節約していかなあかんのか。ゲーム性あるやん。あんなところに、あそこがフライパンか。ちょっと待って、周りにパンがね、確認したい。大丈夫、行きましょうか。とりあえず1回ゴールすることによってミッションの内容が分かるからね、とりあえずゴールすることが大事。はい、ちょっと待ってや。はい、卵くんもう審査やけど、卵くんやばい、もうライフゼロやで、ライフゼロやけど。卵くん、野菜と一緒に召し上がれ。さあ着々とその足を進めていく。足ないけど、ちゃんちょくん、卵くん。ちょ、今、卵の向きが悪い。そう、卵の横向きやったらいいね。そう、縦向きやめて、縦向き。いいよ、ちゃんちょくん、卵くん。やばい、ちゃんちょくんって言ってしまう。結局、卵もね、最終的には黄色になるから、ちゃんちょくんみたいなもんやけどね。さあ、やっていきましょう。あれ、なんか、パンの数少ない気がするな。どっかで見つけてんのか。一回ゴールしよう。登って、ダメージ受けずに登ってほしいな。ここ難しいんだよな。めっちゃこの坂道の影響を受ける。坂道でもないのに。何やこの袋。よし、持ってきた。とりあえずそこの回復取って。オッケー、ゴール行きましょう。もうライフ半分で、光った。動けん、助けて。そんな積み方ある？こんなゴール目前にして。うわ、やらしすぎやろ、この配置。絶対狙ってるよね、制作者。はい、これね、卵くん、君はね、死ぬためにここまで来たかもしれんけどね、死ぬこともね、動くこともできないことになりましたよ。これが真の絶望、リタイアします。どっかにパンあると思うねんけどな。こっちなんかショートカットルートあるやん。
で、こっち行ける？あー、タバコくん、リアルに割れたな、この高さ。出来上がるのはだからおかしいやろ。右側にショートカットルートあったな。隠しルートあるやん。気づかなかったぜ。こっちのルートはだいぶ強い気がする。だいぶジャンプ削減できるはずやから。乗るの若干難しいな。こ落ちたら終わりやからな。いやー、卵くん、それ。あー、これよな。完全に正規ルート。はい。ナイス。で、回復取って帰りたいな。よし、いいよ。これはもうライフ完全に半分以上残ってるし。問題はパン、一つしか見つけてんねんな。多分二つあるやろ、このステージ。トーストどこにあるんや？オッケーオッケー。リトライしよう。トースト探すわ。右の横道ルートはだいぶ強かったね。だいぶライフ削減してできたから、あとはトーストさえ見つければ余裕やわ。多分、終盤のどっかにあると思うねんけどな。あっちとか怪しいよな、あっち。なんか板謎にあるし。あっち行ってみるか。はい。こっちとかめっちゃ怪しいやん。こう中か？中にあるんか、まさかの。わー、中にある。ここまで行って、ジャンプ残しながら、ライフ残しながらゴールすんか。それは厳しくなったね。はい。どうしよう。で、この星5つ一応やるけどさ、こことか見せた方がええの。なんか雑談でもしながら行くかな。で、言うて雑談とか用意していいんかな、まあ、喋れんけど。このジャンプマスターぶり見てくださいよ。この階段結構難しいけど慣れちゃった。あっちくそ、やっちゃった。これギリギリか、足りひんかな、ライフ。足りひんやろな。これは足りひんか。いやー、穴あき状の、あー、ゴールしちゃった。ライフが足りひん。むずいぞこれ。ここ一回も落ちずに行くのがなかなか難しい。はい、よ、こっちでこれ登るまでは簡単ですよ。カメラさん、カメラさん近い、カメラさん近い。なんでこんなカメラ近いの？やめてやめて。カメラさん近かったわ今の。なんでそんな急に嫌がらせすんの。もう10回ぐらいやったけどあんな初めてやったで。急にカメラが敵に回った。はい。あー、いけてたじゃん。これでいけてたらな。あー、やっちまったよ。小道具やんな、小道具やんな、壺の上やんな。くれよ。最後のジャンプ見せられたら多分ライフ半分でいけたな。はい。あー、もうこれあかん。ソロミスはない。はいはいはい。なんか昔のスーファミのゲームみたいなアイデアな。クリアするだけならそんな難しくないけど、パーフェクト目指すならクソ難しいみたいな。めっちゃヨッシーアイランドとかそういう系の難易度を思い出すね。はい。いや、第2ステージ高難易度やばいな。よし、はい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 。いやー、これだ。ここが難しいんですよね。この網目がむずいんですよ。はい、落ちなよ落ちなよ、トモ君。いいよ。これ卵くんね、横向きか縦向きかでだいぶ変わんねんな。たまに卵くん無理やり向き変えてきよるからな。これでも落ちずに行きたいけど、まあ落ちても、1回ぐらい落ちても大丈夫。今ほとんどダメージなかったしな。ここでちょっとライフ削れちゃうけど、まあ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 、いいペースいいペース。今までで一番いいペース。これはもう落ちひん限りは多分クリアじゃないって感じやね。こうな、こっからもう登った方がええんかな。いやでもな、ショートカット微妙に隠されてるからさ、こっち側の今から行こうとしてる方、多分こっち行った方が絶対効率いいと思うんですよね。このルートね、このルートはもう気づいた人はこう通った方が、毒やって、あっぷね、毒やでって感じのところだと思うけどね。ここでね、一気にジャンプしてクリアしてしまうのが一番あかん。はい、いいよ。
玉くん、玉くん、よし、よかった。そこで無駄にジャンプしてライフ減らしたくないからな。一気に取ってゴールがありそうやけど、でもこれいけるか、いけるな。よし、最後無駄にジャンプ重なったけど、これはいったでしょ。残ライフ 53%。 よし、実績6解除、高みを目指して。僕は目指すよ高みを、いかんだ、僕は目指すよ高みを。このフライパンで焼こうとな、気持ちいいな。明日は目玉焼きやな。よし、そしたら第3ステージ行きましょうか。どうしよう、前編後編に分けようかな。今回も前半第3ステージまでってことで、次のステージはなんか広くなさそうやけど、ジャンプめっちゃしなあかんみたいな感じちゃう。もしくはパン隠されてそう。とりあえず一旦普通にゴール目指しましょうか。いやーもうね、この日差しの良さですよね。ああ死にたくなるね。こんな美しい景色見せないとな。あれゴールってこと？ゴール近いな。あーなんかね、毎回しょうもない人生送ってなと思いますよ。あっちゴールやけど階段あるね。この上にた、パンとか隠されてんのかな。まあ、ステージは全部ミッション同じなんかな。第1ステージ第2ステージミッションしちゃったしな。5分以内やったっけ。お、マリリン・モンローがいる。当てる、マリリン・モンローで。もうなんかあの顔マリリン・モンローとしか思えへんわ。あ、このパンを取るためのもんやったかな。これ以上上はある。あ、乗るだけど見えない壁で行けへんくなってる。ここまで行けること想定してへんたんやな。僕はもうナチュラルに行っちゃったけどね今。 OK、多分高すぎ、動けなくなりました。あ、動けたわ。多分今高すぎたけど、このベッドの上に落ちたらセーフってことやろうな。ちょっと光ったわ。光ると卵に、ね、積んじゃうんですよね。ちょっとリアルやろ。 OK、 とりあえずこの上はパンってことね。まあ一応取りながら行きましょうか。実戦を想定したルート通っていった方がええと思って。絶対これ序盤でここ登るのは必須やろ。で、このパン取ったらそのベッドにダイブがええんかな。これ何？あ、ここ回復か。流れるように回復取って。もう一個パンどっかに隠されてるはずなんですよね。あ、そっか。見つけちゃったわ。あ、じゃあその枕の上に乗ってぴょんぴょん行くんかな。いや、第3ステージ簡単やぞ。はい。あー、ミスっちゃった。ここは。いいよ。はい、これで回復も取りつつ、あとゴールするだけやもんな。余裕よ、目の前に回復もあるからな。あの回復取って、あ、落ちちゃったけど大丈夫大丈夫。あそこ回復取ったらだいぶマシやろ。ほぼ全開状態やるんじゃん。でその椅子乗ってって感じかな。いけるいける。初見クリア、初見クリアではないけど。あ、これ何、あ、ジャンプしたかとか。はい、オッケー。リオほぼ全開。これ椅子からジャンプやんな絶対。はいはい。くっ、これ、ね、これ手すりに立つの難しいこと言うね。いっちゃうんだよなこれ。うん。惜しかった。いやでもこれ手すりジャンプが正解で合ってる。手すりジャンプで正解かな。手すりから背もたれにジャンプしなあかんとかある。それは難しいぞ。むずいな。ちょっとそこ練習しようか。あ、ギリいけるな。これを本番一発でいかなあかんのか。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。まあ道筋見えたから今回はそんな時間かからないでしょう。あんまりステージ2から難易度上がってる風には見えへんな。むしろステージ2の方が難しかったまであるわ。あー、ごめんなさい、調子乗りました。こういうゲームやってるとさ、いろいろ考えさせられるよね。この階段一つ一つにとってもさ、いかに人間中心の構造になってしまってるかって話ですよね。まあ、人間が作ってんやからそうしゃあないけどさ、まあ、もし自分が卵に転生したとか考えてみよ。こんなね、苦労しますよこんな。ちょっとした高さでボコバレてしまう。
ったからこういうね布団の上にじゃダイブするしか生きる道はないってね、フライパンの上で死にたいのに、こういう卵の気持ちも考える、そういうね多様性のある時代に変わってるんじゃないですか最近。そういうこと考えて生きていかないといけないですよ人間もね。わあいい景色、これどっから見えてんの、どう見えてんの景色。さあそんな卵くんも、さあラストスパート、そんな卵くんの人生にも終止符を打ちたい。この角度ぐらいで手すり乗って、あーちゃ、まだいけるか、まだいけるか、これもういけへんな多分。あーこれな、いける、ライフ半分残ってる、 50% ギリいけたか、これ火ないよな、ギリ50いけたわ。これどっからいけてんの、これテーブルが高温出してんの。はい、ということで、じゃあ前半は以上ということで、次回後半やっていきましょう。多分後半は、後半っていうかこのチャレンジが明らかに僕を挑発してきてるよな。このラストのチャレンジに僕は期待していきたいんだけどね。という感じで、ロストエッグありがとうございます。後半もまた明日かな。まあ、もしクリアに手こずるんやったらちょっとマークかもしれんけどという感じで。はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。